メトンは月の表側にある巨大なクレーターであり、月の北部に位置する。紀元前433年に大陰歴のウルーズ期の根拠となったメトン周期を発見した古代イギリシアの天文学者、メトンにちなんで名付けられた。メトンは地球から見ると北の円付近に位置しているため、東西に長い楕円型に見える。メトンの南西にはバローが位置しており、 メトン E の南西の周壁と接している。メトンの北東には和洋とエウクテモンが、メトンの北西にはスコアズ B が位置しており、メトンの南東にはネイソンが位置している。メトンの南部には直径 77km のメトン C が、メトンの南東部には直径 78km のメトン D が位置しており、メトンの北西部には直径 42km のメトン E が、 南西部には直径 51km のメトン F が位置している。メトンの従属クレーターであるメトン C、メトン D、メトン E およびメトン F はメトンと合体して広大な壁平原を形成している。この壁平原の底は溶岩で満たされており、クローバーの葉のような形を作っている。メトンの周壁は重属クレーターによって大きく消失しており、 西側と北西側の周壁のみが残存している。メトンのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。